トリック・チャン選手って何がすごいんですか？パトリック・チャン選手はもう生で見るともう一つ一つのスケーティングの伸びがもう全然やっぱり他のトップの選手の中でもさらにまだ伸びが素晴らしい。スケーティングの伸びってどういうところなんですか？やっぱり一蹴りでこうグンって進むのとこうスムーズに流れるようによくなんか、うん、パンにバターを塗るようにってよく表現がされるんですけど、うんうん、本当にスーってこう綺麗にバター塗る、本当にこうあったかいパンにあったかいナイフでこうシュッって塗る気持ちよさみたいなのが、ただのこのスケーティングだけじゃなくて一つ一つのそのステップの難しいターンの中でもこうグーッグッって滑るのが見ててすごく気持ちがいいというか、わあ今話聞いてなんか妙に納得しましたっていうのもいつも日本人ビーキで当然見るからなんだパトリックちゃん今日もジャンプこけたのに点数高いんだよっていつも思ってたんです、うんうん、でもやっぱり見る人が見たらやっぱちゃんと上がるポイントがいっぱい散りばめられてる、ね、そうなんです。プラスやっぱりただ走って飛ばないそういった難しい技術ターンとかの中でジャンプをこう織り交ぜて飛んでいるので、うんうん、やっぱりある程度失敗してもそういうところの評価っていうのがやっぱり高いのかなといつも思います。まあ敵は強いですがきっと勝ってくれるでしょういやもうみんな絶対いけると信じてます、はい。